船橋市では多くの団体がさまざまな分野で活動を行い、船橋のまちづくりに大きく貢献しています。今週初めは市民活動団体を紹介する船橋市民活動フェアの様子をお届けします。パネル展示や紹介ブース、そしてステージパフォーマンス、今回で11回目となった船橋市民活動フェアです。市内で活動する市民活動団体をより多くの人に知ってもらおうと、船橋市民活動フェア実行委員会の主催で行われました。自分たちの活動を紹介したいということと、一緒に共感して仲間になってもらう人のきっかけ作りという趣旨で行っております。出会い、触れ合い、みんな笑顔をテーマに、福祉や教育、高齢者の健康増進など幅広い分野から56団体が参加しました。企画や立案、当日の運営は各団体から公募や推薦で選ばれ結成された実行委員会が主体となって行いました。チラシの企画をしたりとか、スタッフのマニュアルを作ったりとか、そういうものを中心にやりました。皆さん一致団結してやっております。当日は松戸徹船橋市長も会場を訪れ、各ブースを回っていました。いろんな分野で日頃活動していって、で自分たちはその活動を充実させながら、こういった時にいろんな団体とまたコラボレーションしてもらえると、あの船橋の市民力がまたさらに上がってもらえるのかなというふうに思っています。会場となった市民活動サポートセンターでは、日頃どのような活動を行っているのかを写真などを交えて詳しく紹介していました。地域でパソコン講座を開いている特定非営利活動法人千葉菜の花埼玉は、高齢者が幅広く活動することを応援しています。まあ、年配の方にもね、IT に関心を持っていただきたいというふうに思ってます、ね、船橋 SL ネットワークは、災害に備えた自助を含め共助の意識を高めるための活動を行う団体で、住民同士の地域防災力の向上に取り組んでいます。防災は特別なものではなく、生活スタイルの一つとして最低限のものを毎日持ち歩くという生活スタイルを提案しております。船橋全福バンクという取り組みを紹介しているのはワーカーズコープ千葉。子育て世代の経済的負担軽減や地域の資源循環の実現を目指して活動しています。制服のリユース活動をしています。処分してしまうっていう前にお譲りくだされば本当にありがたいなっていうことを言っています。我先に大潮の日の潮干狩り。活動を体験するコーナーでは、伝えよう船橋の会の皆さんが作成した船橋かるたを楽しんでいました。アンデルセン。ホームページとかの広報船橋を見て団体があるのは知ってたんですけど、まあ、正直どんな団体があるのかっていうのはあんまりそんなにはよく分かってなかったので、まあ、いい機会になりました。幸せな人生かなと思っていますので、私も市民活動している皆さんを応援したいし、また自分も何かでお役に立ちたいと思っています。一方、キララホールでは人吉さんの家に買取業者の男性がやってきました。見るだけって言ってるじゃないの、ぜひお願いしますよ。ステージパフォーマンスに初参加の寸劇隊船橋は、訪問買取などの悪質商法の手口をコミカルな寸劇にして注意を呼びかけていました。はい、5000円。いろんな商法がありますから、次から次と相手は新しい手を考えてきますので、いい話は絶対ありませんよということをみんなに広めるということを願っているところです。リズム体操は、何歳になっても健康で生き生きとした生活が送れることを目指したもので、
介護研究会船橋ニコニコ元気塾の皆さんが紹介してくれました。みんなが本当の意味で健康になってほしい、そして100歳生きる人生が来ると思ってたので、自分自身で生きていくっていうことをもうみんなに知らせたいと思いました。最後は船橋在住のシンガー横須賀織さんによるコンサートです。自らも食育や被災地支援のボランティアを行っているという横須さん、来場者と一緒に歌って会場を盛り上げました。ここいいなっていうのあったら貼ってあげてください。来場者が展示の出来栄えを審査するパネルコンテストは今回初の試み。分かりやすさや工夫などを投票で決め、上位が発表されました。金賞でございます。船橋スターライトスクエアさんです。楽しみながら市民活動に触れることのできた船橋市民活動フェア。各団体が工夫を凝らし、実演や体験を交えながら活動内容を紹介したことで、活動を始める良いきっかけ作りとなりました。市民活動サポートセンターは船橋駅前フェイスビル5階にある市民活動のための施設です。市民活動に興味のある方はぜひ一度足を運びください。当日は700人を超える来場者でにぎわいを見せました。これからも多くの方が市民活動に参加し、さまざまな場面で市民力が発揮されるといいですね。さて続いては海神南小学校で行われた職人による出前授業の様子をお伝えします。先月末、海神南小学校で一風変わった授業が行われました。畳のこのヘリをですね、縫い付けるの。これがソリッドなんだ、要するに 3D なんだ。ものづくりの魅力発信講座とものづくり体験教室と題された出前授業です。ものづくりマイスターと呼ばれる高度な技術を持つ職人たちが学校を訪れ、専門としている技術を教えます。ものづくりマイスターは厚生労働省が平成25年度に創設したものづくり分野で高度な技能や豊富な経験を持つ方々を認定する制度です。対象は6年生で、将来の夢を考えるきっかけ作りとして毎年行っています。今回は3つの職種の中から選んで本格的なものづくりに挑戦します。この教室では、今日みんなで描いてもらう立体図で描いたテクニカルイラストレーションで描いた剣玉なんですよ。こういうことになるわけ。文章や平面図だけでは伝わりづらい内容を立体図で表して人の理解を助けるテクニカルイラストレーション。機械や電化製品の取扱説明書などに多く用いられています。教えてくれたのはものづくりマイスターの浜名忠義さん。テクニカルイラストレーション手書きと機械製図手書きの一級技能士です。楕円定規を使って立体的なイラストを描く方法や物体の傾きの表現方法を説明しました。35度16分傾けると3つ見えるんですよ。続いて作図に挑戦です。テキストを参考にしながら例題や課題を解き進め、徐々に難易度を上げていきます。図学だから全部幾何学なんですよ。で、あと必要なことは図面が読めるということね。じゃあそれ習得するにはどうすると、やはり努力、それと興味を持つことで、楽しいなって感じたら上達しますよ。立体を描くとき、なんか楕円
をいっぱい使って描いたのがすごいなって思いました。算数とかの図形を描く問題とかで活かしていきたいです。一方、家庭科室では毛布類といって、こういうのを出すためにある道具です。赤と青の鬼や豆の入ったマスなど、節分をテーマにした練り切りの和菓子作りです。教えてくれたのはものづくりマイスターの中島雅樹さんと鎌田明成さん。千葉県と東京都でそれぞれ和菓子店を営む和菓子製造の一級技能士です。お菓子って面白いなと、和菓子はいいなっていうのを分かってほしいなっていうのが一番ですね。和菓子知らない子多いんですね。で、和菓子屋さんに入ったことがない子もいっぱいいますので、できれば和菓子を食べてほしいというので、今日やらせてもらいました。繊細な作業が要求される練り切り、色の違う餡を使ってパーツを細かく作ります。指にくっついちゃって上手く伸ばせないです。包装にも気を配りながら、出来上がった和菓子を見栄えよく箱に詰めて完成です。職人さんがやってくれて、うまく作るコツとか学べたので良かったです。食べる人にどのような思いを届けるのかっていうのも今日学べて良かったです。これをひっくり返るとこういう風になるわけですよね。ですから、これ一番ちょっと難しいところですね。ここでは日本の暮らしの文化、畳の製作を学びます。教えてくれたのはものづくりマイスターの岩瀬秀夫さん。市内で畳店を営む畳製作一級技能士です。まず岩瀬さんが畳べりを畳床に縫い付ける平刺しという工程を実演しました。まっすぐこう縫えるとですね、このように延長線でまっきれいなヘリの長さがっていうか幅がピシッと出てくるんですね。一回ずつ体験していきましょう。はい。縫い目が一直線になるように慎重に位置を決めたら、大きな針を力いっぱい畳床に差し込みます。できればですね、この畳に携わってもらって、あ、畳いいなって、うちでももし自分たちが大きくなった時には和室の一つも欲しいなっていうふうに気持ちになってくれると大変嬉しいです。今線を引いたところに合わせてここを打ってください、ね、続いてミニ畳作りです。最後にヘリを取り付けたらミニ畳の完成です。結構綺麗にできました。角を折るのが難しかったです。今回はタッパーでやったんですけど、手作業の人はもっと苦労してるなと思いました。職人さんも簡単にね、今の技術を、手に入れているわけではない。志を持ってそれに向けて努力をしてきた結果が今だというふうに思いますので、6年生にも、自分の夢に向かって頑張ってほしいなと思っております。その道のプロから直接教えてもらったものづくりの魅力発信講座とものづくり体験教室は、子どもたちにものづくりの奥深さを知ってもらう貴重な体験となりました。各職種とも細かい作業でしたが、楽しそうに子どもたちが取り組んでいる姿が印象的でした。今回の体験をきっかけにものづくりの魅力を感じ、将来の夢につなげていってほしいですね。それでは今週はこの辺で失礼いたします。